見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。1年10月19日に衆院選が公示された。今回の衆院選は、下火になったとはいえ、未だ新型コロナウイルス感染症が根絶できていない中で行われる、異例の選挙となった。これに先立つ9月9日に自民党の新たな総裁に選出された岸田文雄氏は、自公合わせて議席を勝敗ラインと述べ、選挙への姿勢を明らかにしていた。しかし、自民党だけで現有議席は76、公明党が9議席と合計0議席を超えている中で、この勝敗ラインの設定は、あまりに低いものと考えられる。本来であれば、自民は現有の76議席から減少すること自体が、敗北、であるはずである。この記事ではそうした、敗北のシナリオ、を検討することを目的とする。岸田政権、3つの、敗北のシナリオ。与党自民党と野党第1党の立憲民主党の候補者数を比較すると、自民党6名に対して立憲民主党40名と大きな差がある。与党と野党の知力の差が出た上に、野党は今回、予期せぬ急な選挙による準備不足もあり、009都市の麻生政権の時のように政権交代は難しいのかもしれない。対する自民党も、現有議席の76議席を獲得できなければ、敗北、と言って良いと思われる。確かに前回は立憲民主党と国民民主党の分裂騒動の中での総選挙であり、与党が勝ちすぎた、という側面がある。そこで今後安定的に政権運営を行うためには、議席を失うとしても、どのように敗北するかという、敗北のシナリオ、が重要となる。その、敗北のシナリオ、において鍵となるのは、自公合計で、61、44、4、という図の数字である。自民党が議席を失い敗北するとしても、単独過半数の議席を確保できれば、最低でも自民党だけで政権を維持することが可能となる。さらに公明党が前回と同じく9議席を維持したと仮定すると、すべての常任委員長ポストを独占し、各委員会で過半数を確保できる、絶対安定多数の61議席を超えるため、政権運営に大きな支障が出るとは考えられない。これが、実質的な勝敗ラインであり、ここを超えられなければ一つの、敗北、と考えることができるのではないだろうか。第一の、敗北のシナリオ。そしてすべての常任委員長ポストを独占した上で、各委員会で半数を占めることができる安定多数には、同じく公明党が9議席を維持すると仮定すれば、自民は15議席を確保すれば良いこととなる。このライン以下が、次なる敗北と言えるだろう。第2の敗北のシナリオ。もっと負け越して、岸田氏の言うように、与党合計で過半数、で良ければ、自民党は4議席を確保すれば達成でき、それ以下が、敗北、となる、第3の、敗北のシナリオ。しかし、この最後の、敗北のシナリオ、では、必ずしも政権運営において主導権を発揮できる状態とはならないかもしれない。つまり岸田氏が掲げた目標は、与党が主体的に政権を維持できる、ギリギリのライン、だと言えるだろう。そこで実質的には、今回の総選挙では自民党は単独過半数を維持する議席を獲得するという、第一の、敗北のシナリオ、回避を目指して、野党と攻防を行うこととなる。有権者の投票結果はどう出るのだろうか。